同伴者は、ある思想や運動に共鳴して、積極的に参加しないが協力をする人を指す言葉である。主に1920年代から1930年代にかけて、革命文学、プロレタリア文学、プロレタリア作家に対する同伴者文学、同伴者作家のように用いられた。革命カレフトロツキーが1923年に発表した文芸論集。 文学と革命の中で、革命の同伴者という故障を用いたことに由来する。ソビエト連邦体制下のロシアにおいて、社会主義革命を受け入れながら、プロレタリア的世界観に完全には同調できない、主として知識階級出身の作家を指す言葉として使われてきた。百二十五年のソビエト連邦共産党、文学に関する定税は、同伴者作家たちが持っている文化、 文学的技術の上に、専門家の多いこと、同伴者団体のうちにも、必然的な動揺があることを指摘。これらの点を考慮して、彼らの一部にあるブルジョア的社会観、文学観と戦いつつ、一刻も早く彼らが、革命的プロレタリアートの陣営に参加し得るように、導かなければならない、とした。旧知識人系、農民系、都市小市民系とされるセルゲーエ生人。 ボリス・ピリニアーク、コンスタンチン・フェイジン、イサーク・バーベリ、フセボロド・イバーノフ、ニコライ・チーホノフ、レオニード・レオーノフ、ミハイル・ブルガーコフ、イリア・エレンブルグ、ミハイル・ゾウシチェンコなど、様々な傾向の作家を含む。亡命から帰国後のアレクセイ・ニコライエビッチ・トルストイヤ、イリア・エレンブルグ、また雑誌、リフで、ロシア・プロレタリア作家協会、ラップなどからは、しばしば政治的非難。 攻撃の対象にされた。同社編集長で批評家のアレクサンドル・ボロンスキーが中心的な組織者として質の高い作品を残し、同伴者文学の芸術性を擁護した功績は大きいとも言われる。1932年4月のソビエト連邦共産党中央委員会決議により、ラップを含む他傾向の文学団体はべて解散し、ソビエト政権を支持する全作家は、 単一組織に再編成されることとされて、1934年8月に、ソビエト連邦作家同盟が成立すると、同伴者の故障は廃れていった。同時期の日本では、プロレタリア文学運動の組織外にありながら立場、主張の近かった、野上やよい子、山本雄三、広津和夫、芹沢光二郎、片上伸びらが、同伴者作家の名で呼ばれた。 宮本賢治には、主として、広津和夫を論じた、同伴者作家という論考がある。まだマッカーシズム赤狩りの色濃い時期であった1958年、初代 FBI 長官に在任中の、ジョン・エドガー・フーバーは、次女、マスターズ・オブ・ディシート、ザ・ストーリー・オブ・コミュニスム・イン、アメリカ・アンド・ハウ・ツ・ファイト・イットの中で、共産主義者の炙り出しを促す意図で、彼の公安的な心情に基づき、 政治的に破壊的な者たちとして同伴者を以下の5分類に定義した。ザカード、キャリングコミュニストアメリカ共産党のメンバーであることを公然と明らかにしている者。ザアンダーグラウンドコミュニストアメリカ共産党のメンバーであることを秘匿している者。ザコミュニストシンパサイザー共産主義者と同じ政治的な見解を有するがゆえに潜在的な共産主義者である者。 ザ・フェロートラベラー共産主義に、心波感情を抱いているが、影響力のあるアドボケートでもなければ、潜在的な共産主義者でもないもの。ザ・デュープ、明らかに、共産主義者でなく、潜在的な共産主義者でもないが、例えば、平和主義や少数民族、宗教的な少数派など、社会的少数者のための公民権を代弁、支持、衝動する、卓越、傑出した聖職者、 宗教指導者や赤狩りに対して市民的、政治的権利の違法な圧縮であるとして反対、抗議するものなど、その政治的な言動が共産主義者による破壊を円滑、可能にするものありがとうございます。